こんにちは今回ご紹介するのはこちらの一冊です「ミミズクは黄昏に飛び立つ」というこちらはベストセラー作家同士の対談というかインタビューですかねベストセラー作家の川上美恵子さんがご存知村上春樹さんにさまざまなこの創作に関わることなどをインタビューするした一冊ということになっています。で最初のののののは職業ととしての小説家という村上春樹のこの創作の秘密 みたいなものが出されているわけなんですがそれが出た後のインタビューということでで残りは、えー、今僕がこれを取っている時期では最新刊である騎士団長殺し にまつわる、えー、創作秘話ですとかどのような形でこの物語を作っていくのかっていうことがこの村上春樹の創作の秘密に迫るというような形のインタビューになっておりまして非常に面白い一冊ではないかなと思います何か創作に関わっている方にとっては非常に、えー、面白い一冊だと思いますそしてそうじゃなくても村上春樹のファンであれば、えー、楽しめる内容だと思いますのでぜひ読んでみてください